はい、こんにちは。パスカードフィットネスの、白木アマゾン大輔です。パスカードフィットネスの丹波文七と山口徹です。丹波文七でもずっと通すわけだ。はい、丹波です。そういう…いやいやいや前回、ね、キックスパイダー会長ね、まあ、ガチンコ一本勝負、はい、1分以内にパスしてしまったんで、すいません、全国の柔術家の方、すいません、強くてすいません。次はね、まあだけどね、山ちゃんね、あのガード自体はまだね、実はあれ簡単なの、あれちょっと弱め、攻撃力は高いんだけど、前回のやつね、あの、防御としてはね、弱いから、まあ、あとね、肩の自体もね、あの、前情報ないから、今回はいや、試合って言っても、あの、死ぬの死に合う、あの試合でしょ、さっき。いやいやいや、さっきのこの前のは、さっき肩のはね、あれだって、仕事の死に、あ、仕事の死に、あ、そう今日は試合でやってくると思う。そういう感じで、スパイダーガードまたやってみましょう。はい、お願いします。お願いします。今日のスパイダーはちょっと前回のキックスパイダーと違っていて、左足でキック、今度は右手側を釣り手を持ってる状態ですね。釣り手は、片襟ではなくて、あのそのまままっすぐ普通の柔道持ちのような状態で釣り手を持ってる状態のスパイダーの会場になりますね。加藤先生どうですか、意気込みをお願いします。1分間チャレンジ。なんか怖い、なんか怖いリスクが、まあね、これをまあね、あのリスクがしょってください。全部ね、かけてくるやつ怖いから本当にね。じゃあ、いきます。1分間よーいスタート。さすが、しっかり打てますね。あと40ですよ、山口さん。30。10 10です10ですよ10 はい、OK です。なんて言いました。いや、ガスケツです。ガスケツ、はい。今の人は加藤君の勝ちですね。どうでしょうか、最後の20秒ちょっと危なかったですね。いやなんかガードは破られちゃいましたね、やっぱ。ああまあだけどパスはさせなかったねもう企画の趣旨が変わってきてるけどねまあだけど全然、あの、いやこのね、ちょっとこんな酸欠になる必要もないと思うので。なんで正座してんの。いや、あの、疲労ぐらいをとりあえず、あの、レクチャーね、したいと思います、はい、行きましょう、はい、先ほどのね、右手で釣り手、左足をキックスパイダーという状態なんですけど、まずこれね、なぜこう最初、あの、山ちゃんが攻めあぐねたかというと、上体をしっかりこれで引っ張られてるせいで、胸が張れないっていうのがまず一つあります。で、この二つのうちに、どちらがこう簡単に解除できるかというと、こちらの釣り手になります。まず解除するのはこちらの釣り手を解除しましょう。相手は今こうしっかり襟を持ってる状態なので、この持ってる状態より強い持ち手というのは左手で袋取り持つ必要があります。袋で取ったら、手首を返して、こういう状態ですね、こういう状態を作りましょう。まあ、この時にこうしっかりベース、左足ベースを保った状態で袋で持って牧師式を当てた状態、このまま胸を張って張ると、まず釣り手が切ることができます。で、この残った、今のキックスパイダーだけが残った状態っていうのは実はかなり弱い状態です。持ち手でいうともまずい状態なので、あとこのまま、左足をずらして右足を横からこう当てるようにして胸を張って外します。こっち外したら、すぐに左手側をこっち持ってきてパスガードを持ってきちゃいましょう。これが解除の仕方になります。相手が釣り手とこれ持ってる状態、
まずこちらをコントロール、こちら簡単です。簡単の方をまず書いてます。もちろんこの時にも一緒で持っておきましょう。最初にしっかりこう持っておきましょう。でこれを取って解除。この時はあれですね、体全身の力を使ってプッシュと足の力を全身で切る、まあ切れる確率高いです。でこれが残っているのでこっちに行くと危ないですね。こちら方向に対して足をずらして横に右足を当てるようにして解除しましょう。ですぐに上手い人はここですぐに反応で足を回してきてしまうので、まあ、ここがまあ勝負どころなんですけど、切った瞬間すぐに距離を詰める、または、対処できるといいと思います。ただこのガードを解除するっていう点では今の時点で解除はできますね。ラストもう一回いきます。相手がこういうキックスパイラルを持ってる状態ですね。まずここで持って、で立った状態から次母子球で押すようにして解除しましょう。これ残ってますね。ここから横にずれて足を、これ大事なのはこれ離さないでください。離してしまうと何もまた最終戻っちゃいますね。ですからこれ入れることによって骨が入っているので、まずこの姿勢は戻ってきません、ね、すぐに手を中に入れてトップガンまで持ってきちゃいましょう。まあ、そうすると、まあ、割とその、まあ、この技の原則に対して、まあ、しっかりこう理解して解除する形になるので、まあ効率は良いと思いますね。酸欠になりづらいと思います。よかったら、参考にしてください。はい、ね、お疲れ様でした。ちょっと大丈夫、そうですね、これ動画ではまあ別配信なんですけど、まあね、最初のスパイダーガールから連続撮りなんで、うん、もうちょっと丹波です。丹波です、ね、もうちょっとしか丹波できない。もう思考、はい、ちょっと丹波、丹波チョンバです。チョンバじゃないか。、ね、パスする動きがもう丹波っていう感じなんで。どういうことや。まあ黒豆関係ねえし、黒豆、まあ、とにかく、ね、酸欠でね、ちょっとねぼーっとしてますね。はい、今回ね、カダ君やっと念願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 と、どこに目標置いてんだよ。まあできましたね、止めましたね、頑張ってね、はい、今回はもう前やった経験があったね、まあ、すごくしっかり、まあ、そうだよね。まあ、肩の落としてみたらさ、普通のさ、なんか空気吸うようにさ、充実しててさ、もう山ちゃんとかさ、もう命かけてさ、もう神風みたいなの来るから違うよね、またね、これね、ちょっとまたね、この、テンションの違いがね、生んでるんでね、右です。いやいや、指導は右です。これ左組みです。関係ない、関係ない。まあ、そんな感じでね、キックスパイダーの解除の、釣り手持ったバージョンですね、参考にしてください。あと、チャンネル登録といいね、お願いします。ありがとうございました。タンパです。